辞めてさ、そのセカンドキャリア準備とかも何もしてなかったわけじゃん。はい、全くしてなかったです。え、辞めて何ヶ月後にお前始めたの銀座の店。辞めたのが2020の1月に発表して、お店は2020の9月に出しました。半年ちょっとだもんね。そうですね。で、まあ最初はその山梨の天然氷作ってるところになんかフラッと行ったりはしてて。え、そっちが初め？そっちの方が先っす。はい、山の中になんか自然の寒さだけで氷作ってるもうバカみたいな人たちがいてすげえ面白いと思って。お前見てたら怒られるでしょいやでも、いやでも逆にそれぐらいなんか感動したというか、すごい過酷なことしてるなっていう。なんかこれを仕事にできたらなとは思ってたんですけど。え、大久保は引退してさ、指導者とかさ、そっちの方はあんま考えなかった？指導者全く考えてなかったです。もうライセンスの方も取ってないですし、全然考えてなかったですね。なるほどね。じゃあなんか漠然とはサッカー界離れて、ちょっとビジネスの世界行きたいなみたいな。そうですね、はい。なんかそっちの気持ちは ありました。なるほどね。はい。それで知り合いになんかいろいろ相談したりとか、頼って、まずはそこ行ったみたいな感じかな。あ、そうです。天然氷のところはたまたま本当知り合いが、ちょっと手伝ってみたいな感じで言われて、で、手伝いに行って、まあよく、すごい感動はして、でもそれだけじゃちょっときついなっていうのは分かったんで、うん、何か他にやらなきゃなっていうので、まあどういうことがいいのかなっていうのをそこから考えましたね。うん、早いね、始めの。まあでも本当はもうちょい考えなきゃいけなかったと思うんですけど。え、それって一人で考えた、それともいろんな人相談した？あ、まあでも一人で考えながらいろんな人には相談しましたね。うん、こういうのどう思いますかとか、こういうことやりたいんですけどとか、うん、そうですね。まあもっといろいろ本当考えなきゃいけないことはありましたね。でもなんか難しいというか、なんか自分の中での考えを多分いろんな人に話して意見もらって、うん、で自分の中で咀嚼して多分方向性固めていってみたいな感じだと思うけど、でもどっかのタイミングで行動を起こさなきゃいけないから、そのタイミングっていつがベストなのか結構難しいなと思うし。そうですね、まあ、結局多分考えても本当に実際やってみなきゃ全然わからないと思う。でもいや本当多分実際やってみなきゃわかんなかったんで、まあ、やっては良かったですね。うんうんうん、まあ、まだまだ直さなきゃいけないところもいっぱいありますけど。大吾さんは今何をやってるんですか？俺はサッカー選手の代理人の会社で仕事してるのと、あと体育会学生の就活支援とか、あとアスリートのキャリア支援の仕事をやってる。はいはい、結局強みはまあ一つサッカーだなって思うんだけど、なんか俺も引退した時ってその指導者とかは全く興味なかったし、なんならサッカーとは全く違う仕事、一般ビジネスで、なんか自分で事業を起こしてなんかやりたいなって漠然と思ったのがスタートだったんだよね。で、なんか自分の好きなことを仕事にやった方がいいみたいな感じで言われてたから、なんだろうなと思ってた時に、犬飼ってるしドッグサロンとかやろうかなみたいな感じで本気で考えたんだけど、うん、でも経営のノウハウもないし人脈もないし、どうやってやるかもそもそも分かんなくて、いやこれ無理だなみたいな感じで、でその時になんか大宮時代にお世話になった人にいろいろ相談しながら、あと人紹介してもらって毎日のように東京行っていろんな人に会って、ハンドキャリアも作中なんですけどどうしたらいいですかねみたいな話をしてたんだけど、うん、多分相談される人ってなんかある程度その相談する側、俺が考え方決まってて方向性もある程度ある中でどう思いますかみたいな感じだったらアドバイスできると思うけど、0から1を作る時に相談されても多分人ってアドバイスできないというか、だってその人の人生だから相談、アドバイスのしようがないみたいな感じだったと思うのね。だからまずそのじゃあサッカー界に残るのか、サッカー界から全く違う世界に行くのか、そこまずはっきりしたらどうっていうのをある人に言われて、
やそっかって思って、でも改めてまたその大宮でお世話になった人に相談した時に、いやでもお前ここまでサッカーやってきてこんだけキャリア積んできたんだからサッカー全部手放すのもったいなくねっていうのを言われたのと、あとやっぱりもう35だったからいきなりこっから一般企業に就職してサラリーマン1年目ですみたいな多分まあ無理だなと思って、だからなんか片足サッカー界に足残してもう一歩はビジネス界に片足突っ込んでみたいなところになんか落ち着いていったみたいな感じで、あの自分があるみたいな感じかな。なんか俺もそのサッカーを完全に切りたいわけではないんですよね。で、なんかちょっと違った関わり方をしたいなって思って、だから今回のそのキッチンカーの出店だったりとか、うん、今山梨の方だとちょっとダゾーンの解説やらせてもらったりとか、なんかそういうのもまだつながりは残せてるんで、なんか俺もその大吾さんのなんか似てるなと思いながら、先輩です。まあでもそこはね、年齢的にも一個あれ上だし、俺の方が先に引退してるから、なんだろうな、自分が今ちょっと思うのは、自分がこれからセカンドキャリアでちゃんと活躍することによって、これから引退してくる若い世代が、サッカー界以外の生き方もなんかあるんだなとか、あ、こういう生き方あるんだなみたいなヒントになってくれたらいいなと思ってて。ああ、それは、はい、俺もなんかすごい思います。ね。はい、多分それはオグ君とかもそうだし、今まで多分そういう人いたと思うけど、あんまり世の中に知られてないというか、自分が現役してて、まあそういう視座の高さがなかったっていうのもあれだけど、そういう生き方してる人いるんだっていうのがそもそも知らなかったから、だからこういう生き方あるんだなって分かんなかったし、でもそういう生き方を今の現役の選手が分かってくれたら、引退後に取るべき選択肢も増えるし、じゃあ引退した後にそういう生き方するためには今何すべきだろうっていうのも見えてくるかなと思う。いやそれでもやっぱ指導者がいいんだよなっていう選手は全然指導者とか行けばいい、はい、でも一番大事なのってなんか選択肢が1個しかなくてそれを選ばなきゃいけないのは違くて、なんか複数ある中で自分で納得感持ってその道を選ぶっていうのが一番大切かなと思う。そしたら多分頑張れるし、自分で決めたから覚悟持ってねやるしかないし、多分そこに関して言うとみんなサッカー選手になってるからサッカーに対する熱意を感じないように、多分自分がこれって決めた道を突き進むパワーって多分すごいもの持ってるから、若い選手とかが今後増えてくればいいなとは思う。真面目な感じになっちゃいましたけど、こんな感じでどうすか。ちょっとあの、キジさん一回抜けてもらっていいですか、俺と大悟さんだ。ね、俺が呼んでるんだよ。ホスト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 。ホス